はい、それでは名古屋グランパスで J リーグ優勝を目指す第3節川崎フロンターレ戦やっていきます。丸山が調子悪くて千葉が絶好調だから今日は千葉を入れよう。で、金井も絶好調だけど吉田も調子いいから、まあ金井は後半から誰か疲れた人と変えようかな。今控えに相馬あたりを入れといて、今日は小林周輝が調子悪いからここに伊藤ですね。伊藤を入れてフェンシブにして、 OK、 これでいこう。いやー、そろそろ勝ちたい。開幕2連敗かで、開幕初のホーム、これはマジで勝ちたい。川崎もまだそんなに勝ってなかった気がするから、そうね、去年はもう完敗だったから、リアルではゲーム内では勝っていきたいね。こちらの一戦をお届けいたします。さあ、でまだゴールが前田しかいないから、まあジョー、やっぱジョーだね。コンディションですが現在こちらは晴れています。ジョーの得点して 2、3点、最悪引き分け、最悪勝ち点は取りたいから、北沢剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。とりあえず勝つことを目標に、ジョーが点決めれたらいいなと思ってやっていこう。ご覧のようにゲームはすでに始まっております。名古屋対川崎フロンターレ、 OK、 いいんじゃない。まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね。そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで悪い意識を持つことですよね。まずはこのゲームの、いや、なかなか入り込めないな、これ。いいんじゃない、なんかいいよ、腕いけ、きたー。いやー、行ったそばからジョーが決めた。いや、宮原のシュート完璧でしょ。宮原のシュートからのこぼれ球のジョー、光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。いや、最高、超幸先スタート。まだ相手に1回もボール触られてないでしょ。見事ですね。キックオフからずっとボール持ったまま、いや、神、今シーズン初ゴール、バーモスジョー、おー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 、バーモス女王、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上で大きなゴールと言いますよね。やばい、素晴らしいですね。やばい、ういっ、ロンフィードで狙う、いいんじゃない。またずっとボール持ってて、てかそう、ボール取られなかったら極論点を取られないから、うん、それボール大事にしていこう。はあ、それはまずい、危ない、ナイス。米本、名古屋、この序盤新加入選手で一番先にちゃんとできるの誰かな。序盤でリードしてますからね、非常にいい形で試合に入ってるなという印象ですよね。まずい、まあ、個人的にマテウスかなって思うけど、以上、いいんじゃない。あー、ちょっとそっと流れたな。川崎、ここは大きくクリア、危険なシーンでした。いけ、狙う、おお、めっちゃ良かった良かった良かった。今代表であのぐらいの距離から伊藤君決めてたよね、左足だけ。なんときは素早いパスで攻め上がっていきます。今のシュート良かったよ。名古屋、僅差で先日の試合は敗れています。そう、先月はあの FC 東京のずるいゴールが決まって、あれはずるい、ポストだよポスト。あんな、でも今日勝っていこう、もう早速勝ってるから。いや、真ん中きついな、これサイドから持っていくしかないか。大島、前回の試合ではチームの同点弾へのアシストを記録しています。まだ開幕戦の間にトスが全然、金崎と権田がまだ契約更新してないかな。どっちもどっか いなくなったら危い、楽だけど。いなくなるのか、移籍するのかな、2人とも海外。サイドへ、
家永。危ない。大島へ。緩いボール。クロス低い。危ない。怖っ。よし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 。一旦ボール大事にして落ち着こう。中谷。さあビルドアップ。伊藤。また中央へ。ガブリエル。いいんじゃない、結構シャビエルが起点になれるね。伊藤、ガブリエ、よし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 、いいんじゃない、もうこれ上位いるか、いけ上、お、こっちか、いや、いいんじゃない、そう、相手クリアしかできない、まずい、それはやばい、助かった、やばい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 、頑張れ頑張れ、あー最悪、うーわ、マジか、いや完璧さ、あそこのトラップからでしょ、マジか、ミスった、いやボレーうぜえな、美しくも主張するふわっとした一撃、そのまま打つのか、いやまだあるまだある、お互いのこう駆け引き、それが楽しみましたよね、落ち着いてきっちり決めてきましたよね、これで今日のゲーム、やばいやばい、でこういうとこからのが失点が一番しょうもないから、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね、裏のスペースを狙う、よし耐えた耐えた、危ない、左上がっていく、ガブリエサイドのスペース、いいんじゃない、間に合い間に合った、抜けてくる、中スクイダント、惜しい、一旦クリアで落ち着かせます、いやいいね、このファーストハーフ最初のコーナーキックは名古屋、さあジョーに合わせていくか、ちょっとファーやファー寄り、チャンスを演出できるか、打て、ミドル、セイダー、あ、まあ、入ってないか、入ったと思った、高さが大事なんですよね、いや入ってないな、惜しい、いやでもいいんじゃない、てか結構ミドルこれ弾くね、相手川崎はここクリアで難を逃れます、よしよしよし、ここは再度使います、いいんじゃない、ジョーがいるよ、中中いる中いる、来た、惜しい、いやマテウスいいじゃん、いいシュートいいシュート、いいよ、ここ取れる、あー取れない、さあ右へ預けて、よしナイス、吉田、前半終了です、いやまあ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 、あの失点もったいなかったけどな、好ゲームです、いやでも今まで一番いいんじゃない、この3試合の中でコンビネーションの部分ではね、シューターの1本しか打たれてないし、うん、さあこういう試合してるんだったら勝ちたいな、そうですね、惜しい、名古屋対川崎フロンターレ、前半戦って1対1、同点で折り返しています、よし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 、ゲームはスタートしています、名古屋としては今足りないのは、いいよ、この前にいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね、川崎先日行われた試合では2対2の引き分けでした、裏のスペース、いやそれきついか、キーパー前へ蹴り出します、オッケーオッケー、マテウス仕掛けるか、あーちょっとジョーの動きが予想と違った、太陽ボールを下げてリズムを作るか、いやちょっと持たれてんな、これまずい、プレスからボールがこぼれる、ちょっともうちょっと自分たちのボールにしたいな、吉田裕太が23番がまだ未だになんか慣れないな、もう青木のイメージ、青木のイメージが強いから、マテウス、まあ青木もね、夏まで夏に治ってピッチ出てくるといいけど、やっぱ怪我が多いな、カウンターを仕掛けます、アーチのようなパス、でも夏にこの新戦力として、あら、青木が来るって思ったら、まあ心強いけど、
ただそれまでに他の選手にもうポジション取られてるよな。青木の怪我治ってすぐに試合出れんのかな。さあマデウス持っていけるこれ。ちょっとスペースへ出す。いやそれは雑だな。谷口そろそろ選手の交代を考えたいけど誰入れよう。上がっていく左サイド。ボール入りましたよ。あ、いいんじゃない。え、あ、オフサイドか。いい飛び出しでしたけどもね。いやこれオフサイドか。ほんのちょっと出るのが早かったですよね。後半全然攻めれてないな。選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。斉藤へ。そろそろちょっと選手交代を考えてみようかな。でいてまだ誰も疲れてないんだよね。でそんな特に流れを変えれる選手が特にひどい選手もいないし。いやー赤崎入れようか。てか赤崎まだ1回も使ってないな。赤崎と前田変えてシャビエルを1個下げよう。名古屋選手を変えさあ古巣の川崎で。そうかでも実際はフロンターレ戦出れないんだもんね赤崎期限付き移籍中だから。スルーパスを出す。スピード変えますよ斉藤へ。まあゲームの中だからできることだけど。長いボール縦へ。さあカウンタースピードを上げたいところ抜けてくる。上裏いいんじゃない。めっちゃいいめっちゃいい。自分で行く。行け。あー惜しい。いやこれ決めたかった。そうですね難しいボールでしたけどもね。いやよく取れましたね。いや今ジョーのパスめっちゃいい。なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。ここ決めたいよ。リスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。いいんじゃない。来た。あーいや超フリーだったこれ。入ったかと思った。惜しい。決定的なチャンスを迎えたシーンでした。めっちゃいいよ。いやそこ持ったらあかんな。すぐ出さないと。ファーストハーフに見事角度のないエリアからドリブルで持ち込んでの同点弾を放っています。オッケー。さあここでカウンター。激しいボールの奪い合いです。いやファール欲しいな。ないか。中村から右へ。いいんじゃない。いいよ。で待てです。カウンターを仕掛けていきます。裏のスペース。いいんじゃない。来た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 。行け。腕抜けてくる。腕やったー。赤崎ゴール。いや決めたね赤崎。まさに炸裂しました。フィニッシュまでの形。いやめっちゃいい仕事した。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。いやいいね。今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。よし。タイミング良かったですよね。いや最高。監督の采配見事的中という感じでしょうか。いやマテウスの縦のパスいいね。いやナイス。選手としても交代直後に決めることができたのでここからいい形で。今が74分か。まだあと20分ぐらいのね。このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。あと20分か。もう1点取りに行きたいな。もう上点取って赤崎点取って今日もこれのまま勝したら文句ないな。マジでちょっと前のめりになりすぎない。やばい危ない。前のめりになりすぎないように気をつけよう。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。あいいんじゃない。めっちゃいいんじゃない。スルーパスを出す。あ惜しい。クロス
か。この時間帯で2点差に広がってしまうと、いやポストがめっちゃ欲しいなこれ。試合を進められますよね。はい。まあ大立場としてはかなりきつくなってきますよね。いやこれもうちょっと抜け出て。今のカウンターは危なかったですよね。そうですね。から打つか迷ったけど、まあまあ。だけども攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。ジョーがやっぱ強いね。そういう意味で時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。オッケーオッケー、いいよ和也。さあ繋がるか。待って、ついていけ。ふわっとしたボール。フリーだ。危ない、やばいやばい。あぶねえ、オフサイド。されてしまいましたね。オフサイドどこ？ちょっと慌てましたかね。でもまあ助かった。わかりませんよね。危な。残り10分です。さあ待って、頑張れ。吉田、よしよしよし、いいよ。いいですね。マテウスに一回下げるか。ここで打っちゃえ、いけ。いやそれキャッチか、強いな。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。大きく縦へ。いいんじゃないからの、ここスルーパス、いけ。あー惜しい。ちょっと吉田優太が疲れたから変えようか。川崎はこれで交代枠をすべて使い切りました。吉田優太に変えて金井だな。でマテウスいいからな、相馬だな。いや調子のいい秋山を左でマテウスに変えて秋山、よし左サイドの強化だ。よし頑張る左サイドコンビ。伊藤、いいんじゃない。裏へ届く、いけ、来た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 。うわー惜しい。え、てか赤崎めっちゃいいな、このポジション取り超いい。惜しい。いやこれもっと勢いの強いシュート狙った方が良かったか。使い方も大事になってきますよね。よしよし、ナイスナイス。いや間に合い間に合い、よし間に合い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 、来てる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 。大丈夫大丈夫大丈夫。さあアディショナルタイムに入りました。やばいよやばいよ。名古屋としてはこのまま終わりたいでしょうね。やばい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 、タイムアップまで。やめてー、あぶねー、助かったー。 いやもうでっかく前に蹴ればよかった。いやもうみんな守ってこ。よし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 、クリアクリアクリア。さあ最後クロス入れてくるか。スクイボールだ。よしよしよし、いいんじゃない。俺俺終わったー、勝ったー。第1、いやーよかったよかった。さあゲームは終わりました。いやー本当今日はゴールの奪い合いになりましたよね。やっと勝ち点3取れた。攻撃的なサッカーのぶつかり合いは迫力がありますし、3連敗免れてよかった、ね。お、浦和負けて、鹿島負けた、マリノス負けて、いや F 島強いな。なんか東京って強い時期と弱い時期があるよね。なんかめちゃめちゃ弱い時期があると思ったらずっと勝ち続けるみたいな時期もあって、なんだかんだ注意にいるみたいな、そんなイメージなんだけど。いや名古屋グランパス今は14位、下から5番目だね。いやまあとりあえず一安心で、次の相手が柏レイソルか。レイソル今最下位だったからここでは負けられないな。でレイソル勝ち点1で最下位だから負けたら抜かれるわけでしょ。よしということで第3節川崎フロンターレ戦でした。次節第4節柏レイソル戦でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。